スターチャンネル解説の木村奈穂子です。これからご覧いただきますのはアポカリプト、2006年のアメリカ映画、メル・ギブソン監督制作、異色の歴史アクション大作をお送りします。リーサルウェポンシリーズでおなじみの俳優メル・ギブソン、最近はすっかり制作側に回っておりまして、自身の宗教的な思いで制作したキリスト映画パッションが大ヒットしましたが、その後に手掛けたのがこの作品です。歴史映画的な拡張もありながら、アクション、バイオレンスシーンも R15 指定がつくほど激しいんですね。舞台はマヤ文明後期の中央アメリカです。主人公の青年ジャガーは森の中で自然と折り合いながら家族と楽しく暮らしているんですが、ある日マヤ帝国の傭兵たちから襲撃を受けるんですね。森を荒らし、あらゆる種族を倒していくマヤ帝国の目的、帝国の恐るべき儀式とは。実際にマヤ語を話すネイティブアメリカンらを出演者に迎えまして、メル・ギブソンの演出が冴えに冴えています。この映画の撮影はユカタン半島というメキシコとカリブの間に突き出た島で行われておりまして、このロケーションが映画をよりリアルに見せるんですね。ただ森と家族を守るためだけに戦う少年ジャガーの運命はいかに。文明と環境問題を考えさせるテーマで、メル・ギブソンが取り組んだ超大作アポカリプト、あなたのハートには何が残るでしょうか。